ただいまよりシンポジウム慶応義塾の研究と挑戦を始めさせていただきます。登壇者は慶応テクノモール2023実行委員長、理工学部システムデザイン工学科教授桂誠一郎、理工学研究科委員長、理工学部電気情報工学科教授斉木俊治、研究連携推進本部副本部長、理工学部管理工学科教授岡田優作、副医学部長医学部整形外科学教室教授中村雅也、慶応義塾先端科学技術研究センター所長、理工学部電気情報工学科教授津田博之でございます。それでは桂先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。改めまして、このテクノモール実行委員長を務めております、理工学部の桂でございます。皆様本日は、たくさんお集まりいただきましてどうもありがとうございます。この、シンポジウムですね、最初の、シンポジウムとしましては、やはり慶応義塾理工学部並びに医学部の執行部による、ご説明を行いたいというふうに考えております。ぜひ慶応義塾の最新の活動と今後の取り組みについて皆様にお伝えできればというふうに思っております。昨年も同様のシンポジウムを企画させていただきましたが、昨年は慶応義塾の研究と社会実装というようなタイトルでございました。今年はですね、このテクノモールのテーマ、サブテーマの中にですね、チャンスとチャレンジという文言がございますので、今年はですね、慶応義塾の研究と挑戦といったことで、イノベーションの源泉となる挑戦といったところをぜひ、皆様にお伝えしたいというふうに思います。先ほど司会の方からもご紹介ありましたが、改めまして私の方からもご紹介させていただきますが、理工学部からは理工学研究科委員長の斉木俊治教授、そして、三田の、研究連携推進本部の副本部長を務めております岡田優作教授になります。そして医学部からは副医学部長の中村雅也教授にご登壇いただきます。そして KLL 所長、慶応義塾先端科学技術研究センターの所長であります、津田博之教授が、ご登壇して、皆様にお伝えしたいと思います。で、最初のパートで理工学部医学部それぞれですね、プレゼンテーションを、行ってですね、その後、総合討論として、この今後の取り組みなどをですね、ディスカッションしていければと思います。時間がございましたら来場者の皆様からの質問を受けられればなというふうにも思っております。はい、それでは説明の方はこれぐらいにさせていただきまして、早速ですけれども、理工学部側からご説明をいただきたいというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました理工学研究科委員長の斉木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずトップバッターとしまして、この全体のタイトルが慶応義塾の、研究と挑戦ということで、それを踏まえまして、私のお話のタイトルは、未来を見据えた理工学部理工学研究科における、学生育成と研究成果の社会実装というお話をさせていただきたいと思います。で、こちらはあの写真がありますように、先ほど冒頭で挨拶申し上げた、理工学部長の村上学部長とともに、日頃考えて一緒に考えていることを、最近の方からお話しさせていただきたいというふうに思います。で、まずタイトルにあります、未来を見据えてということで、これは理工学部だけではなくて慶応義塾全体のスローガンとして、未来のコモンセンスを作る、これを掲げております。で、これは未来の話ですから、当然これ主役は学生でございます。学生が、これまでの常識共通認識をこう見直していきます。で、これやはり多角的に見て、で、自分たちが考える常識、これが決して間違ったものではないという、そういう自信を持って進めてもらわなくてはいけません。で、そのために必要なことと考えていることを3つ掲げております。
一つはまずやっぱり上辺のふわふわしたものではダメですので、自ら難しいことにチャレンジしている、挑戦している、そういう自負を持っていただく必要があります。あと、まあ、テクノロジー一辺倒、テクノロジーが全て世の中を良くしていく、まあ、そういうやはりもうちょっと謙虚に私たちは取り組まなくてはいけないので、やはり社会系人文系の方々としっかり語っていく、これは同時に、価値観の創出、あとこう文化をこう育てていく、やっぱそういったものに、つながっていくと考えております。あとはまあコモンセンスを作るわけですから、やはり世の中にオープンに問うていくということが、必要になります。なのでこの後の話は、まあ、挑戦、価値観と文化、オープン、これをキーワードに、まあ、理工学部、理工学研究科で現在取り組んでいることを、お話ししていきたいというふうに思います。まあ、まず、まあ、教育面からですけれども、まあ、挑戦というキーワードで、まあ、我々は挑戦的研究を通して、人を育てる、学生を育てる、そういう大学院を目指しており、今実際にそういう改革を進めているところであります。で、大きく2つ目玉がありまして、1つは研究ユニットです。これはもう、教員が学生に挑戦する姿を、背中を見せる、それが大きな目的でございます。教員たちが、自由にこう研究ユニットを随時組んでいく、そういう仕組みにしていきます。まあ、扱うものは、まあ、挑戦的テーマであったり、新しい分野を開拓していく、あるいはこう機動力を持ってアドホックにどん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 新しいことを教員同士でこう盛り上げていく、まあ、そういったことを自由にフレキシブルにできるような研究ユニットという体制を組んでまいります。あともう一つは、今度は、学生の方が、挑戦するフィールドを選ぶという、そういう新しい履修コースを考えてまいります。もちろん教員としては、学生は、まあ、研究を黙々とやって論文を書いてくれれば、それはそれで非常にある意味ハッピーなんですけれども、やっぱりそれではまずいわけで、学生の皆さんにはやっぱり自分がどういうフィールドで活躍するのか、自分の良さを生かしていくのか、それをじっくり考えていただきたい。ですから、まあ、研究を徹底的に極めるというのもありますが、やっぱり自分は社会実装、社会に直接役に立つことをやりたい、あるいは世界に目を向けたい、世界的価値観へ目を向けたい、まあ、そういった、学生自身が自分の活躍場所をじっくり考えてそれを選ぶという、そういう履修コースを、今組み上げているところです。あとここからいくつか、まあ、オープンの取り組みをお話したいと思います。まずこれからのお話なんですが、オープンイノベーションの場として、八神イノベーションラボラトリーというものが、2025年の3月竣工で今準備が進んでおります。こちらはここにあります文部科学省の、地域中核特色ある研究大学の連携による産学官連携共同研究の、施設整備事業、こちらの支援を受けてのものでございます。これ既存の建物を増築するということで、面積的には決してそんなに大きなものではないんですけれども、まあ、オープンイノベーション、オープンの、まあ、象徴的なスペースとして、まあ、当然学生教員で、さらに企業に開かれた場で、まあ、どういう使い方をするかということに関しては、人が集う、語る、そして、まあ、イベントや展示、ブレインストーミング、まあ、まさに人間交際の場として、ここを使っていく。あともう一つは、やはり実際に物に触れる、あるいは実機実地という、まあ、広い意味のシミュレーション、計算機だけではなくていろんなことを試す、作ってみる、そういう場としてこの八神イノベーションラボラトリーを、活用していくということを考えております。あとこれも、まあ、慶応の一つの大きな目玉であります、量子コンピューターセンターでございます。こちらでは、IBM の Q という実際の量子コンピューターに、こちらもやっぱり実機、これに直接アクセスできるということを非常に大きな特徴としており、でもう一つはオープン、参画企業の研究員の方々がもう企業の垣根を越えて、やはりどうやって量子コンピューターの分野を盛り上げていくのか、そこを真剣に、ある意味非常に和気あいあいと盛り上げてくださっております。あと、こちらも非常に、オープンという意味では特徴的な取り組みでございます。 AI コードプログラムコンソーシアムです。こちらもうまさしく学生が主体となって、学部学年を問わず学生同士が教え合うという、こういう環境を作っております。でさらにそこに企業も、参画いただいて、オープンな人材育成を進めております。まあ、この右下にこの今年度の秋学期のカリキュラムということで、まあ、いろんなレベル1からレベル4まで、
まあ、つまり、これから学びたいこと、あるいは人に教えてみたいという人、もういろんな人たちが歓迎される、歓待される、そういう場として、機能しております。あとは、セキュリティデータセンター、こちらもまあオープンな取り組みの一つ、将来的にはそういったものになっていくと思います。非常にここに掲げてあるような貴重なデータを、セキュリティ高く、保存しておき、で、まあ、ビジティングを通してそのデータを共有していく、まあ、こういうオープンサイエンスの取り組みも、進めております。あと少し、まあ、挑戦の方に話題を移しますと、これは OB、OG によるスタートアップ、これ矢上賞、企業支援部門というのがございまして、これは同窓会の方でサポートしているものですが、理工学部の卒業生で企業支援で頑張っている方々を表彰する、表彰するというものでございます。で、こちら写真で見ていただいて、いるのは今年度の受賞者の方々で、卒業年、修了年を見ていただきますと、本当に卒業して間もなくで、すでにすごく大きな、すでにかなりですね、世界的に活躍している方々もおられます。右上の西岡さんはこれ講演会、アメリカから、もうこちらにやっぱり戻ってこれないということでアメリカから、ご講演いただきましたし、下の、前川さん、伊藤さんは、やはり、アメリカの方に軸足を置いておられまして、もうこれ終わると同時にもう、すぐにアメリカ戻らなきゃいけないというぐらい、まあ、そういうふうに世界に軸足を置いて、活躍している皆さんです。で、まあ、教員も負けてはおられませんで、まあ、教員 によるスタートアップ、それのための支援ということで、やはりまあ先生方が直接、起業するのはなかなか大変だということで、まあ、そこをどういうふうにサポートしていくかというその一つの方法として、客員起業家という、こういう一つの新しいタイプをスタイルを、今進めております。研究成果を世に出したい教員と、まあ、企業をリードする、技術がしっかり分かる、そして、まあ、新規の立ち上げとかそういったことを経験したことのあるそういうプロがマッチングをして、企業を推進していく、こういう取り組みを進めております。で、その第1号として、今日も展示をされていますが、理工学部物理情報工学科の牧先生が、このナノカーボンを用いた集積光デバイス、これが、まあ、この客員起業家2名によるサポートの第1号でございます。で、続々とまた後続の先生方の、新しいプロジェクトがどんどん進んでおります。あと、まあ、価値観文化ということでは、福祉課の方による基金を使って、これは石井石橋基金、若手研究育成ものづくり特別事業というもので、全く新しい取り組みを進めております。これはもう新しい文化ですね。科研費とか、あるいは民間のからのこうお金ではなかなか取り組めないような非常に多分野にわたる新しい研究文化を作っていこうということで、まあ、ここに掲げているような、タイトルで、下にある仮想現実、SF、アート、音楽、美術、芸術史、社会科学、こういったことを、専門とされている先生方に、本当に学科、学部を超えて集まっていただいて、新しいパラダイムの確立、世界観の構築、こういったことを進めております。あと、OIST 沖縄科学技術大学院大学とは2022年に連携を始めておりまして、さらに先ほどの、地域中核の整備事業のサポートも受けまして、 OIST との連携を始めております。で、 OIST を核として、まあ、理工、医薬、人文、社会が、自然観、生命観、社会観、こういったものを共有しながら、こう内発的な価値観、自分たちの中側から内側から、社会的な要請であって自分たちがこうなったらいいなという、そういった価値観に基づくイノベーションを起こそうとしております。はい、以上でお話を終わりますが、挑戦、価値観と文化、オープンというキーワードで、理工学部の取り組みを、ご紹介させていただきました。この後そのオープンをキーワードに、オープンイノベーションの取り組み例を岡田教授の方から、ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、続きまして岡田の方から、今佐伯先生の方からお話がありました、少しオープンイノベーションの理工学部での取り組み、また、それに付随するような形での、今後考えていく、まあ、博士ポスドク支援のところへの少し、まあ、構想的なところも含めてお話をしていきたいというふうに思っております。
これは昨年度この場でも村上学部長がお示しになった資料ですけれども、社会が大学に求めているということは、この基幹教育から価値の創出、さらにはこういった社会にさまざまな形で貢献していくというようなところにつながってきております。なので、ただ単に それぞれのラボラトリーで研究をして論文を書くというところだけにとどまらず、そこで得られた知識や、またそういった、いろんな意味での成果物ですね、そういったようなものをしっかりと社会につなげていくということが、これから大事な部分になってくるだろうというふうに考えております。ただ一方で、これまででいういわゆる産学連携というふうな考え方に立ちますと、こういう場のところである程度形になったものを出てきてから、なんとなくつなぎができるかな、これならばお金が出せるかなというふうに、シーズというよりはある程度もうなんか花になりそうなところに対して企業側がもうちょっと先を考えてという形にもなってくるパターンが多いように、なかなかこう言葉で言うシーズというレベルのところでの産学連携というところにはなかなかなっていないというところは一つの問題点としてありました。そこで、この、今お話ししたような実証から社会実装へという流れを考えるときに、ある程度基礎系応用研究ができてから、その青や緑になってから産学連携にという進むのではなく、もっとこの赤の矢印のさらにその前の段階で企業側が持っているような、考え方や、あるいは行き詰まっているような問題も含めて、そういったところと、それから我々が持っているさまざまな形での研究シーズや、あるいはアイディアやといったようなものを、ある意味、その何かを狙うということではなくて、とりあえずそういったところが出会う場を作っていき、その出会う場の中から新たなものを作っていければいいんじゃないかと、こういうふうな感覚で今佐々木さんがお話になったオープンイノベーションというものを進めていこうと、こういうふうに考えていっています。ちょっと模式的な絵になりますけれども、理工学部理工学研究科でさまざま、今日のような形でいろんな先生方が新技術の発表ということをされておりますけれども、こういったようなものを通していきながら、下に書いてあるようなカーボンクレジットであるとかといったようなさまざまな社会問題への、しっかりと課題解決につなげていくということはもちろんですけれども、そういうことを踏まえていくための左下にあるような人材育成というところをしっかりと基軸に置きながら未来を先導していき、そして未来に対して貢献していく人材育成というところにもつなげていきたいと、こういうふうに考えています。ですから、ただ単なる産学連携という社会実装に持っていくということではなく、ある意味その社会実装につながる最初の入り口のところからもいろいろな形で、理工学理工学研究科でうまくプロデュースし、そしてそういう中から新たな形で産学連携の、芽が出てきて、そして花まで育てていきたいと、それがある意味利益誘導で考えていない大学という教育機関研究機関というのが混じったところの一つの大きな役割になってくるんじゃないかと、こういうふうに考えております。今回 のテクノモールでも人間交際という話になっておりますけれども、まさにこの、いわゆる TRL と言われている、企業に技術の、開発レベルというのはもう散々最近では言われるようになってきて、この TRL も最近 BRL だとか XRL とか、いろいろ言い方も変わってきてますけれども、いずれにしてもこれまでのようなその基礎研究応用研究の域にとどまることなく、大学の中でも研究開発から事業化というところに大きく転換していくことが必要になってきてますし、またそういうところを目指していかないと、例えば内閣府のお金とかというところも非常に取りにくくなってきていることも事実です。ただしそれをある程度ここに書いてある TRL の4や5やというところが出来上がってきてから、じゃあそんな風に内閣のお金なんか取りに行くように頑張りましょうと言っても、なかなかなんとかこうステージが違いすぎますので、急にそこで頑張ってくださいと言っても難しいというところが、ここ数年のところでのいろいろなところの状況から見えてきております。またいくつかの国立大学なんかで見ると、やはりそういった内閣のお金とか、そういった出口を中心にしたような考え方というところに対する支援体制というのが非常に大学を挙げてやっているなというところは、ここ10年ぐらいの流れで見ると大きくなっていると感じております。そういった意味で理工学部の中でも、それぞれの先生方が頑張っている成果物が出てからというのではなくて、やはりそれぞれのところで出てきているシーズのところからいろんな形で支援し、将来的にこういった国プロのところに育っていくような流れということも考えていきたいな、支援していきたいなと、こういうふうに考えているところです。その意味で、ここに書いてありますように、企業全体のリソースを最大限に利用できるように、
今回もこうやって医学部の方々と交わることができてますけれども、こういったようなものを交われるよねという技術ができてからではなく、もう本当にシーズレベルのところから慶応の中でのさまざまな分野の方々と交われるようになっていければいいんじゃないかというふうに考えています。またそういった中でここに書いてあります社会的価値創造やレピュテーションや、こういったようなことをしっかりと議論をしながら進んでいけれるところに向かっていければというふうに考えているわけです。ただし、ただ単にそれをしてくださいと言ってもなかなかうまく動くわけではありませんということなので、いろんな形で連携支援やコンサルサポートやといったようなものがこの後順次いろんな形で作っていくことが大事になるんじゃないかというふうには考えております。まだ始まったばっかりですので、こういった仕組みが出来上がっているということではありませんけれども、こういったようなものが少しずつ動いていけれるように、学部長のトップダウンの、直下という形の中で支援ができればなと、こういうふうに考えています。またもう一つ大事な点は、博士の支援というのは非常に拡充してきております。私が博士の頃にいた、それこそ30年ぐらい前で言えば、自分でなんかお金は親に頼んでみたいなのが多かったわけですけれども、非常にいろんな意味で博士の支援というところは拡充してきております。ただもう一つ大事な部分は、その博士が出た後というところに対して、これまでみたいに研究者だけということになると、なかなかパイが広がらないという問題点があるのは事実です。したがってその博士の人たちがその研究者であるとか大学教員であるとかという枠だけではなく、さまざまな形で社会に活躍できるような道というものを考えていくことが一つポイントになるだろうと思っています。でその意味で言うと、博士の支援だけではなく博士後ということでポスドク支援というところが大事になるだろうということで、今この円盤のところの上ですね、真ん中からその水色の部分から上の赤や緑というふうに円盤を書いてますけれども、こういったところにつなげていけれるような、いわゆる尖った研究者を作るというだけではなく、さまざまな形で自分たちの研究成果を社会に貢献し、それが国際プロジェクトや国際貢献やといったような形にもつなげていくような、そういったような総合力を持てるような方を作っていくということも、もう一つ博士支援としてはあるんじゃないかと、こういうふうに考えており、これはもう理工学部だけということではなく、下にも書いてありますけれども、慶応義塾全体でポスドク支援体制というものの議論が徐々に始まってきております。こういったようなことが今のオープンイノベーションの話とも連動していけばいいかなと、こういうふうに考えているところです。今お話をしてきたような思想のもとで、ただ思想だけ持ってもしょうがないんでというところで、実際に2年前から始めさせてもらっているものについて紹介していきますが、この右下のところに NEC というふうに書いてありますけれども、 NEC の研究所全体のところで特に何かのテーマということを持つわけではなく、 NEC の研究所の方々と都度いろんなテーマを考えながら、それも社会課題ですね、それを考えながら数ヶ月に一度という形で理工学部の教員とオープンディスカッションという形でさまざまな形で議論するというような場を作り、またその中から芽が出たものに関しては、NEC からの資金提供を受けて産学連携という形で研究を進めましょうという流れを作っていっています。実は昨日の夜もそういったイベントで実際には行ってましたけれども、ここにありますように NEC と慶応の理工学部というところで実際に新たな形の議論を進めていきながら、そこから芽が出てきて面白いものが出てきたら産学連携しましょうねという形で進んでいっています。流れとしてはここに書いてありますけれども、こういうふうに普通にNEC の方々もいろんな形の人が集まって、でそこで自分たちが考えていることや、また行き詰まっていることや、またこういうことを思ってるんだけど、でもこういうこと足りないんだけどという形で、それぞれが思っていること、実際にできているということではなくて、なんかあればいいなみたいなこと、ここに、種探しと書いてありますが、こういう議論を大体1回2時間から3時間ぐらい理工学部の会議室のところで、いろんな人たちを、そんなに多く呼ぶわけじゃなくて、本当にそれぞれ 3,4 人ずつぐらい呼びながら、こういう議論をいろんなパターンで繰り返しています。またそういった中で少しお互いのところでなんかつながりができそうだなという形になると、もう少し少人数でこういった議論を深めて何かその先ができるんじゃないかというようなこともさせてもらっており、またその中で一つ二つという形で実際に先ほど申し上げたように NEC との共同研究、さらにはそれをもとにしながら先ほど言った内閣府であるとかといったような国プロへの応募というところにつなげていこうという形で進めているというものです。最近で言うならば、ここに書いてありますようにカーボンニュートラルという一つの話題ですけれども、こういったような形での緩和、それから防災だとか何かというところにおける災害対応、
それから、まあ、GX とか言われているような形で資源循環や自然再興、まあ、こういったようなところに対して何かそれぞれ社会課題に対して適用できるような話がないか、また貢献できるような話がないかということで、ここにも右に書いてありますが、バックキャスティング的な思想で実際にテーマを設定して、そこのところからこんなこともあんなこともという形でブレイクダウンするような形でそれぞれの議論を進めていく。つまり、お互いに何ができるということよりもこんなんできればいいですねみたいな形で話を進めているというようなもので行っております。まあ、これはそれぞれいろんなところで成果が出始めてますので、また来年度以降でもこういったテクノモールみたいなところで成果が、まあ、いろんな形で見せていければいいかなと、こういうふうに考えているのです。まあ、今お話をしてきたように実際に単に新技術を作りましょうということではなく、しっかりと出口を見据えた形で支援できるような体制を今後も作っていきたいと、こういうふうに考えているものです。どうもありがとうございました。理工学部から佐伯先生、岡田先生、どうもありがとうございました。で、続きまして医学部より中村先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました医学部の中村といいます。まずこのような素晴らしい機会をいただきました関係者の皆様方に陳謝申し上げます。今回のシンポジウムのタイトルが慶応義塾の研究と挑戦ということで、まあ、まさにですね、まあ、医学部を、まあ、中心としてですね、さまざまな皆様と今目指している近未来の医療介護ヘルスケアと我々の挑戦について、お話をしたいと思います。まず背景です。このテクノモールのタイトルにも大変革時代とこうありますけれども、まあ、時代がどう変わってきているのかと、この左側のこのグラフはですね、これ50年前1970年というと男性の寿命はまだ70歳に届いてないんですね。で、女性も75歳に届いていない。これが2020年には男性が80歳を超え、女性は87歳を超えていると。これが2050年にはいよいよ女性の平均寿命は90歳を超えるんですね。で、まあ、それを反映して右側の棒グラフですけれども、1970年代、まあ、高齢者は65歳と言っていいかどうかもちょっとこれは変わってくると思うんですけれども、統計学的に言うと1970年代は 7.4%、 これが今 29% になって、でこれが2040年にはですね 35%、 すなわち3人に1人は高齢者という時代が来ます。で、高高齢社会というと皆さん何かこう悪いインパクトをお持ちになるかもしれないんですが、これは我々医療医学をやってきた者にとってみれば、医療が発展したから命を救えるようになって寿命が伸びてるんです。これもう少しブレイクダウンをすると、ご存知の通り日本の人口はもうピークアウトしていきます。減っていきます。これもう一番厳しいので2060年になると戦後の1950年の近くまで落ちるんですね。で、先ほど言ったピンクとこの水色、これが高齢者です。65歳75歳以上で、問題はこの橙色の部分、いわゆる生産人口、就労人口がどんどん減ってくるんです。それが何を意味するかというと、この赤い折れ線グラフ、これは高齢者と就労人口の比率です。戦後の高度成長期には10対1です。すなわちお一人の高齢者の方を10人の生産若い世代で支えようと、こういう社会構成だった。これがよく言われるバブル崩壊、失われて30年、これが4対1、3対1になって今2対1です。これが2040年の問題って皆さんお気になったことあるかと思うんですけれども、これ何が起こるかっていうと、団塊の世代のジュニアが高齢者に入ります。この時になると 1.5 対1になるんですね。よく私例え話で言うんですけれども、おみこしから騎馬戦へ、そして肩車へと、こういう社会構造が変わって、まさに大変革時代です。さらに大きく問題になっているのが、皆さんもご存知の介護保険制度における要介護者認定数、これ2000年から始まったんですね。当初は200万人ちょっとだったんです。これが今670万人を超えて、先ほど申し上げた2040年には925万人と想定されています。総人口数は減るのにこれだけ増えてくると。だから今政府がですね、声高に言っているのは、この平均寿命と健康寿命の乖離を何とかしようと、健康寿命の延伸ということを、まあ、掲げているわけです。で、実際にそれをですね、国側ではさまざまな議論をして、健康日本21という、まあ、第3次案がもう今できてますけれども、その最上位にあるのが健康寿命の延伸です。で、もちろんその
2列目にですね、死亡率の低下、不健康割合の低下、これは私も医療人の一人としてさまざまな臨床あるいは研究をやってきました。ここ、まあ、私自身の話で言うと、私はあの脊髄再生というのを iPS 細胞を使ってやろうとしてますし、今日あのまさに理工学部の先生方とはですね、まあ、高位連携といいますか、今日もあのご参加いただいてますあの小池先生とは光ファイバーの技術であったり、大西先生とのリアルハプティクスであったりですね、さまざまな皆様とこの上のところも一生懸命やってるわけですけれども、今この大変革時代においてこの下ですね、社会をどう変わっていくのか、変えていくのか、ここが極めて重要だと考えてですね、これは慶応の義塾の基本理念、社会の先導者であると。でこれをさまざまな方々、部局横断的にあるいは外部の皆さんとも議論しながら、今日これからご紹介させていただく2021年にですね、 CYNEXT 競争の場形成支援プログラムというのに採択をいただきました。ここでの取り組みがまさに冒頭のタイトルである近未来の医療介護ヘルスケアをどう変えていくか、これが誰もが参加しつながることでウェルビーングを実現する都市型ヘルスコモンズ共創拠点、まあ、この段階では皆さんなかなかこうこれが何を見せるかお分かりいただけないと思います。これはそのプロジェクトの概要です。タイトルがあって、これ10年のプロジェクトになります。私プロジェクトリーダーをさせていただいておりますけれども、まあ、義塾が代表機関でアカデミアとして東京医科歯科大学、そして理化学研究所、東京工業大学、ここはまあ将来併合合併すると思うんですけども、医科歯科と、さらに企業が23社、これ今少しずつ増えてきています。でさらに大きな特徴がですね、東京都、神奈川県、川崎市、豊島区とい う, こう自治体ががっちりタグを組んでチームを作っているということになります。でその中でですね、これはまあ、白坂先生、 ATM の白坂先生であったり、まあ、医学部の桜田先生、三村先生や家田先生、勝松先生、そして SFC の蟹江先生、こういった慶応義塾とですね、さまざまな皆さんとですね、このプロジェクトを進めていこうと、この概要に関してはこれから説明をさせていただきます。このプロジェクトでどういった方々を対象として進めようとしているかと、ここでさまざまな議論を経てですね、5病というこのコンセプトを打ち出しました。病気の後ですね。でこれ定義は非常に明確です。医療機関で病気と診断され治療を受けて、1番目、完治・寛解した、でも再発・再燃が心配、まあ、がんが典型ですよね。医者に治ったと言われても再発、皆さん心配です、がんサバイバーの皆さんは。2つ目、今の医療をもってしても治せない病気があります、病気とともに生活される方。3つ目、病気の後遺症とともに生活をされる方。この3つのタイプ、これを5病と言っています。でこれは健康寿命延伸、あるいは世界疾病負担、グローバルバーデンオブディセイズというコンセプトがありますけれども、その観点からプロジェクトの最初の段階ででは認知症、うつ、脳卒中、心不全、もちろん今もう少し課題プロジェクトを広げています。これはもちろん生活習慣病、あるいはがん、私整形がですね、運動疾患、こういったものも増やし、まあ、横展開していってますけれども、まあ、このコンセプトを作るにあたって我々のきっかけになった患者さん、こちらが認知症未来競争ハブ SFC の堀田さんがですね、取り組んでいらっしゃるプロジェクトの中でですね、この方60歳まで看護師として勤め上げ、さあこれからいよいよ第二の人生だと思っていた時に認知症と診断されました。この方のインタビューを流します。本当に自分がそうなった時にはなんか、まあ、混乱もしたし、自分自身でこれからそのいろんなことをやって楽しくみたいなことがガラガラとなってしまったんですけど、まあ、楽しく認知症って言ったらあれですけど、もう決してもうね、枕じゃないよっていうようなことを伝えていきたいというか、認知症になっても割と楽しく毎日を過ごしております。このインタビュー見たとき我々衝撃受けたんですよね。我々医療人は認知症克服って言うんですよ。早期診断、創薬、もちろん大事です。だけどそれだけじゃないんです。
なぜこの人がこんなに変われたか、周囲の人とのつながりや理解があって、だからこそ病気を乗り越えて共に生きようと思った。そして社会参画して新たな生きがいを見つけたんですね。これを見たときに、あ、我々はもっとやるべきことがあるなと、そう感じたんです。しかしその一方で、こういったご病者の方々が、特に都市圏、都市型ヘルスコモンズと言ってる都市圏では何が起こってるか、今後ますます独居高齢者増えます。今でも東京都が全国1位です。 23% これが先ほど言った2040年には 45% ですよ。高齢者の2人に1人は独居になります。一人暮らしになります。そう遠くない将来です。で、この高齢社会白書において、病気になった時、あるいは男性の一人暮らし、これで3人に1人は生きがいをなくします。そして近所付き合いがない、あるいは困った時に頼れる人がいないと、4割5割の方が生きがいなくしちゃうんですね。都市圏っていうのは便利なところです。インフラが整備されています、生きていく上では。ただし周囲との関係性は極めて希薄です。だから困った時、病気になった時、生きがいなくしちゃうんです。じゃあそういった時に、あ、人の手を借りたいな、介護が必要だなって言った時に、要介護2から5の認定者の方々がこういったサービスを受けれる受容率、利用率というのは東京、大阪、神奈川がワースト3です。全国で圧倒的に数が多いんです。さらにこれに拍車をかけたのは新型コロナです。社会がさらに分断され、孤立が加速しています。こういった大変革時代において、我々がこの限られたリソースをどうやってもっと有効活用して、ポストコロナ、ウィズコロナ社会に対応していくかと、そこで生まれたのが我々のビジョンです。誰もが参加し、つながることでウェルビーイングを実現する都市型ヘルスコモンズ共生社会。この中でこの真ん中の4つの SDGs、 これ医療って書いてないんですね、ヘルスケア、まちづくりって言ってるわけです。こういったところが、さらに病気や介護離職の貧困の問題であったり、ヤングケアラーの教育であったり、こういったところにも波及するだろうし、もちろん新たなサービスが新たな格差を生まないような配慮であったり、もちろん気候変動、環境への配慮、こういったことをやりながらプロジェクトを進めようと、その基本的なコンセプトをですね、ビジョンをこの4アカデミア、特にデジタルやサイエンス、テクノロジー、イノベーションに注力しているこの4アカデミアが膝を突き合わせて生まれたコンセプトが、このヘルスコモンズ共生社会というコンセプトです。じゃあここで何やるんだと、ちょっと大きく言っちゃいます。本当に国民の幸せ、世のため、人のためやりたいんです。そして新しい地域社会公共政策の実践、また新しい産業を作ろう、新しい資本市場も開拓しようと、まあ、こういったコンセプトに共感をいただいた自治体の皆さん、あるいは企業の皆さんとともにですね、産官学の連携チームを作りました。ただじゃあやっていこうと思ったときに、今我々が直面している医療、介護、ヘルスケアの課題は何なのかと。これ人は健康な生き方がいきなり病気になるんじゃないんですね。よく未病っていうのを神奈川県の黒岩知事がおっしゃってますけれども、健康な人が未病、そして病気になった方が我々の、まあ、主戦場である保健医療の中で治療、外来治療、入院治療を行うわけですね。その後じゃあ健康になるかって、必ずしもそうじゃないんです。介護になっちゃう人もいるし、病気とともに生きてご病の方もいるわけですね。でこれがまさにペーシェントジャーニーと言います。この中で我々今慶応、特に信濃町でトライを試みているのが、検診のところは虎ノ門麻布台に予防医療センターと、非常に拡大した大きな施設がもうランチしました。そして慶応病院はというと、 AI ホスピタル事業、デジタル化ですね、あるいは新たな施術を支援する橋渡し研究拠点として、さまざまな事業を展開しています。ただしここなんですね、このご病の方々には我々何もできていないんです。私整形外科医です。大腿骨、頸部骨折、あるいは背骨が折れちゃった、手術をしました、骨がくっつきました、治りました。でもその方たちがどんな生活の困りごとをしていらっしゃるか、本当の意味でウェルビーイング、幸せな生活をしているか、僕たちには手が届いてないんです。
なぜ手が届いていないか、情報が分断されているからなんです。これ皆さん意外と思われるかもしれないですけど、医療人である我々が介護施設に行かれた方々とどういう連携をしているか、3、4ヶ月に1回来る栄養の紙1枚ですから、転倒気をつけてください、褥瘡できないようにしてください、嚥下注意してください、その程度の連携です。これじゃダメなんです。これを何とかしようとするこのプロジェクトがこのヘルスコモンズ共生社会です。じゃあ一体どんな社会を作りたいのかというと、ご病者の方がいます、生活者の方がいらっしゃいます。社会のネットワークをちゃんと作りましょう。これは決して医療機関だけじゃなくて、遠く離れて暮らす家族かもしれない、地域のコミュニティかもしれない、あるいは介護ケアサービスセンターかもしれない。そして2番目にデータ基盤を作るんです。ただのデータの寄せ集めではないです。アカデアの持つサイエンスと紐づいたデータです。そしてこのお一人お一人の生活者、ご病者の方がご自分のデータを共有してもいいですよ、サービスを受けたいですよと言った瞬間、このデータがここに入ります。ただしこれでは不十分なんです。お一人お一人に寄り添ってないんですね。ここで重要なのが広域連携です。理工の皆さんが持っているさまざまなセンシングデバイスやウェアルデバイス、 AI アルゴリズム、これによって解析をし、生活情報と医療情報を名寄せしてですよ、そしてお一人お一人にイエローフラッグであれば早期発見、早期介入による行動変容で健康になっていただく、レッドフラッグの時はその人にとって本当に必要なところに、必要な時につなげるサイバー空間を使って、ただしこれがサイバー空間で終わってしまっては本当の意味で寄り添ってません。最後は人なんです。リアルなサービスとしてその人に届ける、これが僕たちの目指しているヘルスコモンズ共生社会です。じゃあ実際にそんなことできるんかいと言われます。すでにこのヘルスコモンズネットワークの核になる部分はパイプ、土管はもうできていて、ここにまさに前向きのシーズプロジェクトが入ろうとしています。そしてここに生活者の方々が受診をされたら医療情報、そして生活情報が入り、何より大事なのはこのアカデミアの持つ因子内容分析ロジックによって解析された結果が医療機関や介護施設、あるいは自治体から、あるいはスタートアップからサービスとして出ていくと。で、重要なのはやはりここなんですね。アカデミアの持っているサイエンス、テクノロジー、これにしっかりと根付いたサービス、ふわふわとしたアルゴリズムではなくてですね、まあ、そういったものを今作ろうとしていて、認知症においては、まあ、こういったさまざまな医療情報や生活情報、まあ、こういったものから取ってきてですね、お一人お一人の生活課題をしっかり抽出して、それを解析して社会実装にさまざまなサービスとして持っていく。あるいは脳卒中、これも多次元の医療情報、これは血液データであったり心電図であったり、あるいはゲノム情報であったり、そしてもう一つは我々の方で進めているアップルウォッチですね、デバイス、こういったデバイスで取った生活情報をしっかりと名寄せをして、リスクの階層化、層別化をして、その皆さんに寄り添うサービスを医療だけではない形で届けていくと。で、こういったさまざまなシーズが本当に次から次へと生まれてくるオープンサイエンス、オープンイノベーションをするための仕組み作りとして、アカデミアがグリップをするヘルスコモンズ機構（括弧仮称）という法人を作ります。でここに多様なプレイヤーの方々がショーケースというマッチングサイトですね、ここでオープンなディスカッションをする、そしてそこからマッチングした人たちが共同研究契約を結び、このサイエンスノレッジデータ基盤の中でしっかりと研究開発を行い、そしてデータが入ってですね、このアルゴリズムが今後我々が作ろうとしている自走化を目指す法人、この中でさまざまなプラットフォーマー、あるいはソリューションプロバイダーを通して PHR、HR が入り、サービスがお一人お一人に返っていくと、まあ、こういったプラットフォームを作りたいと思っています。で、全体を言います。このヘルスコモンズ機構、そしてヘルスコモンズセンターがあってですね、さまざまな多様なステークホルダーを取り込むために、アカデミアの持つネットワーク、これはメトロポリタンアカデミックリサーチコンソーシアム、あるいはイカシカさんが中心になってやってらっしゃるメドユネット、あるいは G 体東工大の皆さんがやってらっしゃいます、あるいは東京都が進めるスタートアップエコシステム東京コンソ、あるいはリンク J、 こういった方々との連携の中でですね、さまざまなマッチングを起こし、スタートアップが社会を超えるシーズ、社会実装を行っていくと。このプラットフォームで何が起こってほしいかというと、知の循環、人の循環、資金の循環です。
ただこれをそう言ってもですね、やっぱり場所が必要なんですね。でその場所を我々、先ほど佐伯さんからもお話がありました、地域中学特殊化がある研究大学の授業でですね、ハードの部分でこの病院であった2号館9階というこのワンフロア3000平米強のところですね、この中に今インキュベーション施設、まさに工事を行っています。これはもうどういう場所かというと、病院 AI ホスピタル橋橋研究拠点というプラットフォームが目の前にあります。診療科のドクター研究者がすぐそばにいます。その中でさまざまなスタートアップの皆さんと日々膝を突き合わせながら議論をして、ここでシーズが生まれてくると。そして社会実装を目指す、この実際の場が、竣工は3月の末ですけれども、グランドオープンは連休明けになると思いますけれども、そこでしっかりと皆さんとオープンイノベーションを展開していきたいと思っています。まあ、その結果ですね、我々が目指しているのが医療介護生活情報に基づくお一人お一人に寄り添うサービスの提供、そして安心と生きがいを持って生活を豊かに暮らせるヘルスコモンド共生社会というのをぜひ近い将来に作ってまいりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。中村先生どうもありがとうございました。理工学部医学部各執行部より、現状の取り組みについてご紹介いただきました。中村先生のあのご講演の中にも ありましたけれども、広域連携というふうにおっしゃっていただきましたけれども、医工連携に関してはですね、慶応義塾がやはり病院を持っているところで社会実装として社会に密着した形で出口を作っていくことができるというところは大変強みかというふうに思っておりますけれども、この後ですね、総合討論として今後のさらにその慶応義塾の強みをどういうふうに伸ばしていけるかといったようなところをお伺いできればなというふうに思っております。まず佐伯先生からお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。はい、そうですね、かなり大きな、お題ですけれども、もう先生方は本当に十分素晴らしいシーズをお持ちです。ですからやはり、それをどう使っていくかはもうどれだけ頭を使うか、もうそこに尽きると思います。でそのためにやっぱり時間が必要、じっくり考える時間、あとは仲間ですね、一緒に考えてくれる仲間、やっぱり一人で、限られた時間で何かを思いつくっていうのはやっぱなかなか難しい。やっぱそういう時間をいかに、作り出せるか、それもやっぱり教員も努力しないといけないと思いますし、まあ、授業のこととか、あと、まあ、研究時間をの、まあ、コントロールとかですね、まあ我々ができることっていうのは限られているかもしれませんけれども、やっぱり、学生にやっぱりこれからのことなので、やっぱ学生がどれだけ考えられるか、やっぱそういう時間で学生が持ってるやっぱりアンテナっていうのはやっぱり我々より相当感度が良くて、やっぱりこれからどういう世の中になってほしいかっていうのは絶対我々が考えるより学生さんが考えた方が絶対より良いものが出てくるはずだというふうに思っていますので、やっぱり学生さんの力をいかに引き出すことができるか、そういう時間と場をどれだけ用意できるかというところが僕は一番大事だと思います。なのでそこをやっぱりこれから新しい矢上イノベーション、ラボラトリーというところも作りますし、やっぱそういう、まあ、象徴的な場というものを作って、理工学部全体でそういう雰囲気というものを盛り上げていく、作っていく、まあ、そういったことがやはり必要だというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。まさに価値観と文化といったところを根付かせていくといったようなところで、まあ、時間をなるべく取っていくというところが重要ということですね。はい、ありがとうございます。で岡田先生にお伺いしたいのは本当に各教員は研究室を持って、まあ、いろいろと個人レベルでというか研究室レベルでやってはいると思うんですけども、それをいかにこう組織的な流れにつなげていくか、もうそこのボトムアップとトップダウンというところをどういうふうにバランス取っていけばいいかと、そういうようなところって何かコメントございますでしょうか。はい、一番大事なことは、まあ、今日もこうやっていろんな先生が集まってますけれども、とにかく理工学部の中もう本当に200人以上の先生方いらっしゃいますけれども、
誰が何してるかって全部わかるかっていうのは全然わからないわけですね、ということになってくると、いくらシーズだシーズだと言っていても、じゃあシーズを全部わかってる人はどこにいるんでしょうかっていうところで言うと、なかなかいない。でまたそういうところに対して、まあ、今の津田先生や桂先生みたいな立場になられる方もいらっしゃるけれども、実はそういうふうに全体をまとめていくとか見ていくという人たちに対する、実は、まあ、簡単に言えば教員評価ってあまりないですよね、ということになってくると、いわゆる大学教員としては自分の研究室で自分で頑張りましょうというところがどうしても評価にもなりやすいので、そのことで言うと、本当にその上位部分のところで全体をアンブレラ的に考えるとかプロデュース的に考えるというようなことを評価し、またそういう人たちをちゃんと枠の中に入れて動いてもらうという形を取っていくというところで、先ほど言ったマッチングみたいなものを考えるにしても、やっぱりそういうところをしっかり考えてくれる方々を本当に組織の中に入れて全体を動かしていくということは大事になってくるというふうに思います。先ほど佐々木先生がおっしゃったような時間の話も同じことであって、やはりそういうところも含めて各先生が持っている時間は有限なので、その時間をどういうふうに一人の中でどうするではなくて組織の中でどう割り振るのかというようなところを少し考えていくようなところを見ていかないと、これまでみたいにやれる人がやれることやっていきましょうという形ではもう限界来ている感じはしますので、少しその辺のところ役割分担もと同時にいわゆる人事評価というところもセットに考えていく必要性はあるとは思います。はい、ありがとうございます。中村先生からは COI NEXT の、 ヘルスコモンズの、共生社会といったテーマで、もうすでにもう多くの連携がビジョンとして描かれていたかというふうに思うんですけれども、理工学部教員をぜひ多く巻き込んでいただけるような、相互の連携をさらに深めていけるような、そういったところに関して何かございますでしょうか。はい、ありがとうございます。今まさに岡田先生もおっしゃったようにですね、医学部においても、じゃあ全員の研究を理解しているかって決してそうではないんですね。今や理工の先生方がどんな研究をしているかっていうのは、もうやっぱり点と点の結びつき、たまたまどっかの学会でとか、たまたまご縁があってっていうのはあるんですけれども、やっぱり組織、面と面でのこう連携こそが、このネットワークこそがイノベーションを起こしていくと思うので、今日のようなこのテクノモールというこの機会っていうのは我々にとっては非常にありがたい機会で、でこういったところでさまざまな出会いがあって、マッチングがこうやって最高と言って、これは非常に僕大事なことで、ただ今日僕一つ本当に申し上げたいのは、そういう若い人たちの間でそういう機運はものすごく盛り上がってきていて、でただそれを支援する体制、組織として支援する体制がまだ義塾においてもこれからだと思うんです。でその中においてしっかりそういったスタートアップをやりたいと言っている人たちを支援する体制、まさに今イノベーション推進本部というのが立ち上がってですね、これから動き出し、県連水との連携ということも非常に重要になってくると思いますの でそこに義塾そのものが評価系統、先ほど岡田先生おっしゃったように人事評価であったり人事制度そのものまでスタートアップにさ飛び出していこうという人たちを本当の意味で支援するような人事体制とかですね、人事評価っていうものまで来るとですね、本当にこの若い人たちの夢が実現できるような、そういった組織に変わっていけるんじゃないかな、そう思っています。はい、ありがとうございます。心強いメッセージをいただきました。まさに人材育成に関してベンチャーを志す学生を支援するといったようなところでは、実は理工学部でも長く取り組んできておりまして、その中でも津田所長の、KLLでの取り組みについてご紹介いただきたいというふうに思います。そうですね、今お話ありましたように、やっぱ大学は学生がどれだけですね、そこで育っていって、で、いろんな方向に進んでいくわけですけども、理工の学生に関しましても、やはり何かやりたいっていう人非常に増えてきたんだと思うんです。先ほどのお話で医学部において 10% の人が起業したいという新入生がいるという話がありましたけども、それは理工学部でも同じじゃないかと思いまして、昔に比べるとそういうところにですね、すぐに飛び出していきたいと、大企業にそのまま就職するのではなくていきたいという人増えていると思うんです。で今日も午後に KL1 というコンテストありますけども、我々もですね、学生の中でいろいろこう自分で会社を作りたいとかいろんなことをやりたいという人を支援する試みはいろいろ行っております。
で、まあ、ただ、まあ、大学時代はやはり勉強してっていうところがまずあって、まあ、その後の先というところもあるんですけども、まあ、できれば、まあ、今まあ、大学全体の問題としてその博士課程に行く学生さん少ないという問題あるんですけども、まあ、この起業したりとかそういうことをやる時間とかを考えるとやはりその博士課程の中でそういうスタートアップに向けてですねいろんな活動ができるような、まあ、そういうようなところをですね各研究室においても、まあ、作れるように、まあ、いろいろ支援していきたいなと思います。で一つはやはりお金の問題で本当に今はわずかなお金しかその大学として出していないんですけどもこれからはその出だしのところを一押しするですね、まあ、そういうお金とそれからもう一つは場所ですね。やはり、もちろん、まあ、学生さんもいろんな研究室に所属してるんですけども、まあ、そこだけではなくて、もう少し集まれる場所みたいなのもこれから考えていけないかなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。まさに、慶応義塾はもう新たな地を創造するという、まあ、研究機関であると同時に人を育てていくといったところがまさに重要になってくるかと思います。オープニングセレモニーでも金井学部長からお話がありましたが新入生の 10% が起業を志しているというようなことがございましたけれども中村先生何かそういった人材育成に関して何かコメント等ってございますでしょうか。はい、ありがとうございます。おそらくですね医学部は理工学部の皆さんよりもちょっと遅れてると思うんです。っていうのはやはり臨床診療一番っていうところがずっと根強くあったので、いや私も今偉そうに産学連携とか言ってますけど私自身もじゃあ5年前どうだったかっていうとやっぱりどっちかっていうとそっち寄りだった。だけど自身が一番あイノベーションっていうのは大事だな、そういったこう産学連携大事だなと思い始めたのは結局研究大事です。先ほど津田先生もおっしゃってたんですけども、浮ついたシーズで社会に行ってもすぐこけますから、しっかり尖った強いベースを持つためには僕はこれからやっぱり研究力っていうのは何より重要で、そこはもう若い学生の皆さん方に強いメッセージで出したいんです。でその上に立って社会実装したいというその手段の一つがスタートアップなんですね。履き違えちゃいけないんです。なんとなくスタートアップってかっこいいなとかお金儲かるんじゃないかなってこれも全く NG です。そこから始まっちゃうと絶対こけますから、そうじゃなくてしっかりと現場を知り、そしてアンメットニーズを知り、強い研究力を持ってそれを実装する手段としてスタートアップをやっていく。でその思いを持っていただければこれからどんどんこの社会を、ね、変えていける原動力になりうるんじゃないかなと、そう期待しています。 はい、ありがとうございます。理工学部でもやはりその人材育成ということで特にやっぱニーズとシーズと言っていたところでは、まあ、相互にですけれども学生たちにはそのお互いを知ってもらうというか勉強してもらうような仕組みというのをいよいよこれからますます重要になってくるかなというふうにも思いますけれども、特に大学院の教育の中でそういったところというのはどういうふうに今後していこうというのをお考えでしょうか。まあ、そうですね、まあ、まずしっかり専門性やっぱ根を深くというのは当然あると思います。なんか一個やっぱり基盤がないことにふわふわしていてはダメなので、まあ、そこはやっぱ終始かなと思うんですね。だからやっぱり博士課程に進学していただくで、やっぱ学生時代でなきゃできないことがいっぱいあります。いや学生時代ってやっぱしがらみがないのでもう本当に、いくら失敗しても別に怒られるわけじゃないので、もうなんか本当、まあ、ちょっとこういう言い方していいか分からないですけど本当別に博士3年で終わる必要全然なくてですね、もうせっかく自由に誰に何も言われないで何にでもチャレンジできるので、もう博士課程っていう時間を存分に使ってですね、もう1年ぐらい遅れたってその先の長いことを考えたら全然、惜しいことは全くなくてですね、そういう時間を使って、仲間といろいろ語ったりですね、そういった将来のことを考えたり、そういう時間、もう社会人になったらやっぱなかなかそういうこともできないと思うので、やっぱ学生時代でないとできないということをよく考えてで時間を使ってもらいたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。慶応義塾では以前リーディング大学院のオールラウンド型では2つの修士号を異なる研究科で取ってから、まあ、自身の専門の専攻に戻って博士課程を取るというような
プログラムもございましたけれども、まさに佐伯先生おっしゃっているのはそういった、まあ、自らですね、ダブルデグリーというようなところをやっていくというような人材も必要になってくるのではないかというふうなところかと思います。で少し時間がもうそろそろとなってしまいましたが、もしよろしければ会場の方から質問一つお受けしたいと思いますけれども、どなたかいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。大丈夫そうでしょうか。はい、皆様に慶応義塾の、これ取り組みというところが伝わっていきですね、社会実装の形でぜひ皆様にご支援をいただければというふうに思っております。で最後にですね、このテーマの、慶応義塾の研究と挑戦というところですでにお話しいただいたところもあるんですけども、各登壇者からですね、まあ、今後の、まあ、より少し先のビジョンも含めてでもいいんですけども、挑戦といったようなところで何かお一言ずついただいて終了できればなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。それでは佐伯先生からお願いします。はい、いやもう明るさだと思います。明るく、とにかく明るく取り組むということだと思います。はい、はい、マインドが重要ですね。はい、ありがとうございます。岡田先生お願いします。はい、本当言葉だけじゃなくて、みんなが自分たちが描く未来というのを、自分たちの今の理想ではなくて本当にどんな未来があればいいかというのを考えてもらって、そこに進んでもらったらいいんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。中村先生お願いします。はい、僕は広域連携という話したんですけど、やっぱり義塾の特徴は人文社会科学というところも非常に重要で、この総合大学としての本当に、まあ、分離融合という言葉が適切かどうかわからないです。そういった方々との連携によって我々が持つビジョンをですね、しっかり具現化していければなと思っています。ありがとうございました。今日は、はい、ありがとうございます。津田先生お願いします。はい、やはり研究開発ですから、好きなことをもう死ぬほど頑張ってやるというかですね、思いのだけをですね、研究にぶつけてほしいと、それだけです。はい、ありがとうございます。まあ、このような形で慶応義塾の今後ですね、取り組みにぜひ期待をしていただければというふうに思いますし、このテクノモールでがまさにその学生もですね、ブースに立って説明をしておりまして、やはり日本の今後の宝の人材というふうに思いますので、ぜひそちらも研究の成果に加えてですね、学生たちの説明の姿もご覧になっていただければというふうに思います。ぜひ今後の慶応義塾に期待して、引き続きのご支援をお願いさせていただきまして、このシンポジウム締めさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。